今日は確定申告についてお伝えします。まだ1月なのに確定申告と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。確かに確定申告の締め切りまではあと3ヶ月あります。でも今からやっておきたいポイントがいくつかあるんです。ということで今日はワシントン州公認会計士の尾崎真由美さんにお越しいただきました。お話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずなんですけれども、確定申告アメリカでは誰でもやらなきゃいけないんですよね。これはそうですね。アメリカに住んでる人は収入がある限り必ず確定申告をしなければいけないですね。まあ、それで締め切りは4月なんですけれども、あと3ヶ月あります。この3ヶ月間にやっておくべきポイント、今から始めた方がいい、その理由は何ですか？去年1年間の収入だとか費用だとかの、情報を集めるわけですけど、結構量があるんですね、皆さんね。だから今のうちから領収書だとかあと収入だとかの情報を集めている方がいいですね。まずよくある質問についてです。一番多いのが保険、健康保険ですね。去年から始まったんですけど、入っていないと罰金が課されるということで。去年保険に加入していなかった方は罰金を払う必要があります。2015年度の罰金は325ドルまたは収入の 2%、 一定期間のみ未加入だった方はその期間に応じて罰金額を計算することになります。日本人の方の場合、日本で健康保険に入っているとそれは考慮される場合があるので、会計士に相談した方がいいですね。FBAR っていうのはアメリカ以外の国に残高1万ドル以上ある場合は報告しなければいけないんですね。罰金が高いのでかなり、だからこれは要注意ですね。FBAR は銀行口座預金だけではなく、アメリカ国外の株や証券、年金なども対象です。その合計が1万ドル以上ある方は金額を調べて正しく申告しましょう。ではやはり一番知りたいのは節税のポイントなんですけれども、はい、まあ、これいいのかな、控除できるのかな、できないのかなとかいろいろ悩むところが多いんですが、はい、具体的にやっぱり節税できるものっていうのは何なんですか？節税できるものっていうのは2種類ありまして、リダクションとクレジットと2種類あります。リダクションは総収入から経費などを引くことで実質的な収入額を減らすもの。所得税はこの収入額のみにかかります。対するクレジットは課された税金そのものを減額できるもので、リダクションと併用できます。ではそれぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。スタンダードというのとアイテマイズ、2種類あります。大体の会社員の人の場合スタンダードでいいと思うんですけど、例えばお家を持っていらっしゃるとか、あとニューヨーク州の方の場合は州税がとても高いので、その時点でアイテマイズした方が良くなったりもします。去年こちらの項目に当てはまる出費が多かった方はアイテマイズが有利かもしれません。これらに伴う細かい費用も控除の対象。病院に行った時の交通費、チャリティー活動の材料費なども忘れずに控えておきましょう。ちなみにこういう場合はどうでしょうか？面接に行く時のスーツだとか、そういう転職に伴う費用っていうのは控除になります。そうですか。例えば転職するにあたっていろんな知識を得るために何か勉強に行ったとか、そういうのも大丈夫ですか？セミナー関連ですね、それは控除になります。そうですか。意外と言ってみるもんですね。そうですね。例えば日本だとお中元とか、あと現場に差し入れとか、そういうのも全部控除の対象になるんですけれども、アメリカはどうですか？アメリカの場合ギフトは金額でいくらまでっていうのが決まっているので、それ以下にだとギフトとして控除できます。続いてタックスクレジットについて。タックスクレジットにはたくさん種類がありますので、
こういうものもって驚かれる方もいらっしゃいます。いくつか例を挙げると、高等教育の学費を一定額控除できるライフタイムラーニングクレジット、日本で収入がある方には日本で払った所得税をそのまま控除できるフォーリンタックスクレジット、最近はエコカーを買うともらえるクレジットというものもあります。例えば家族の場合はいかがですか。子ども様がいらっしゃる場合はチャイルドタックスクレジットというクレジットがあります。それは子どもがいるだけでもらえる。そうですね。またデイケアなどの養育費を控除できるチャイルドケアクレジットを使ってさらに節税できますが、一定の条件を満たさなければいけません。中にはこんなケースも。そうですね、皆さんデイケアだとかサマーキャンプの費用は控除できると思ってらっしゃるんですけど、その場合ご夫婦両方に収入がないと控除できないんですね。じゃあ落ちると思ってたのに違ったみたいな。そうですね、ちょっとがっかりなさった方もいらっしゃいます。その他税金の控除を適用するには項目ごとに細かい条件をクリアする必要があります。項目が多い場合は会計士に相談するのもいいかもしれません。では最後に、会計士に相談しに行く場合どんなことに注意したらいいですか。できるだけ情報をたくさん持っていらっしゃって、でご自分で判断できない場合も会計士の方で判断できますので、収入だとか費用だとか情報をいただければと思います。こんなのダメだなと思っても持ってきて。そうですね、笑われたりしませんか。大丈夫ですか。はい、そうですか。まあね、確かに日本とは常識もルールも違うので、一度こう会計士の専門家の方にきちんと相談するのもいいかもしれませんね。そうですね、特にとても大事なことなのでおすすめします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。